はい、今回はですね、車関係の、お話をしていきたいと思います。で、私、免許を取って、まあ、20年来ですかね、ホンダ車の方に乗り続けておりまして、で、それで、ちょっとまあ、新社会人の方、あとは新しい環境で車が欲しいなと思った方も、まあもう、納車されている方も当然多いかと思うんですけども、まあ、普段ホンダ車の方を選択してない方にもおすすめな情報の一つとなると思います。でですね、まあ、ある程度車に詳しい方とかであれば、ホンダ車は整備性が悪いとか、そんな若干、マイナスポイントを、見聞きしたことがあるかと思います。で、私もちょっと先日っていうか、もう、終わったことなので、もう1ヶ月以上前になるんですけども、自分でタイヤ交換をした際に、ちょっと私の横着した部分もありまして、ハブボルト、まあ、タイヤをはめ込むところの、ボルトですね、それを、ちょっと最初からレンチで締めてしまいまして、ちょっと噛み合わせが悪くて、交換する羽目になりました。で、この交換の費用が、まあ、部品単体であればもう1000円もしないものなんですけども、まあ、普通であれば、ホンダ車以外であれば、工賃込みでもう3、4000円、もあればもう楽勝に済むものなんですけども、ホンダ車の一部といいますか、まあ、大体数なのか、ちょっとそのあたりは私も調査不足なので分かりませんけども、ハブベアリングという部品も交換しなければ、ハブボルトを取り出せないといいますか、交換できないというふうな、今乗ってるフリーとハイブリッド、こちらの方が、そういう仕様になっておりまして、トータルで、まあ、3、4万、まあ、3万6800円とか、まあ、そのくらいでしたけども、かかってしまったという、まあ、割と若干、まあ、そこの、ディーラーさんですとか、整備工場さんですとか、そういうところで、工賃とかの、あと、お客様に対する、まあ、割引とか、まあ、いろいろ、顧客情報とかにもよるかと思うんですけども、いろいろ、あると思うので、まあ、一概に言えません、どのくらいの値段かっては言えませんけども、まあ、3、4万、まあ、場合によっては、まあ、5万くらいはかかるのかなっていうところですね。で、まあ、足回りに関しまして、ホンダ車に関しましては、テーパー角という、ホイールナットですね。まあ、ホイールをこう、タイヤを取り付けた時の、外れないようにする、ナット。こちらの方も、他社、ホンダ以外、例えばトヨタですとか、日産ですとか、そういう風なメーカーとも、ちょっと共用ができないというふうな仕様になってます。球面に、ハブボルトと、ホイールの、締め付けるときの角度といいますか、その締め付け面が、純正のものであれば、球体に近いもの、大体のメーカーは、ただ、斜め、斜めな感じ、45度とかそのあたり、40度とかそのあたりだったと思うんですけども、の、まあ、水平といいますか、直線的な、角度になってるんですけども、ホンダの純正ホイールに関しましては、球体、このようになってるようです。なので、こう、締め込むときも、まあ、スルスル行くなと思って、大丈夫だと思って、まあ、規定トルクまで締めてってなって、確認したらなんか、片付くなっていうときがあれば、そういうふうな、純正ホイールに、車外の、まあ、
ホイールナットなり、社外ホイールに、純正ナットを、締め込んだりとか、そういう風な時に、最悪脱輪、まあ、あの、三菱ふそうさんの方で、起きたあの空飛ぶタイヤとかっていう風に言えがでもなりましたけど、あれに近い状況での、事故が起きる可能性がゼロではないということです。なので、まああのまあ、車外の、ホイールをつける場合は、必ず、対応するもの、まあ純正でも、まあ、同じなんですけども、まあ、ホンダ、まあ、特有なもので、本当じっくり見ないと、もう丸みが帯びてるのか直線なのかっていうのは、もう比べてみないとわかりません。あの、整備士の方でも、たまに見分けがつかなくなって、あれこれどっちだっていうやつで、定規とかでこう、丸みがあるかっていうのを、目測でも何でも出してから、締め込むということがあるようです。まあ、まあ、今回の、ちょっと私もやらかしてしまった、自分で、タイヤ交換して、まあ、冬タイヤから夏タイヤの方に交換するという、ことで、こういうふうなことが起こしてしまって、まあ、完全に自分が招いた、事案なので、まあ、誰かに、保証しろとかっていうそんな話ではないですので、まあ、まあその部分はしょうがないというふうな必要経費みたいな感じで、捻出するしかなかったんですけども、まあホンダ車を、検討されている方もしくは乗られている方で、自分で、ある程度そういうふうな軽い整備、タイヤ交換ですとかオイル交換ですとか、そういうことができるという方は今まで別の会社の車を買っていて、そういう風な感じで やられてる方であれば、まあ、注意する必要がある部分ではないかと思います。ホンダ車に関しましてはオイルフィルターも若干下でこう取りづらいところにあったりする場合もあるので、それも合わせて、注意した方がいいかと思います。本日は、このような動画で締めさせていただきたいと思います。ちょっと今夏タイヤの方もちょっと減っておりまして、夏タイヤとして使っているファルケンの HS449、ユーロウィンターというオールシーズンタイヤなんですけども、これがちょっと溝が減ってきておりまして、交換ということで考えて、もうそろそろ組み替えようかなと思っていて、タイヤ自体も、発注してもう手元にあるんですけど、なかなか、ちょっと私自身ちょっと暇を見つけれなくて、交換のお願いできてないんですけど、今度変えるのが、ミネルバという、ベルギーに本拠地を持つと言われている、まあ一応アジアンタイヤのくくり、まあ製造が中国なんでアジアンタイヤのくくりになるんですけども、そちらの方の、オールシーズンタイヤ、こちらの方を、もう部品といいますかタイヤ本体は来ており、いつでも交換できる状態なんですけども、まあちょっと、タイミングを、見て交換したいなというところです。まあ、このミネルバのオールシーズンタイヤに関しましてもいずれレビューできればと思います。まあ、YouTube とかでも、見ても、レビューをされている方本当少ないです。ミネルバタイヤは本当少ないです。そうですね、まあ、一部雪上でのレビューですとか、あと、まあ、レースとか、まあ、ドリフト系の、まあ、ワンメイクっぽい感じで、まあ、提供なのか何なのか分からないですけども、そのドリフト競技で使ってるみたいな感じの、まあ、プロモーションビデオですねとかやってるくらいで、本当に詳しいレビューとかは、ほとんど見かけないタイヤメーカーのものですので、実際どうなのかというふうに思われる方もいらっしゃるかと思います。まあ、私のレビューで、まあ、参考になっ
るのであれば、すれば幸いだと思いますので、よろしくお願いします。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。